駿台全国模試で、40数年前ですけども、日本酒1位を取ったことがある医師が解説する日本酒ということで、皆さんとね、最終的には、この黒須先生の書かれた、読んでいこうかなと、歴史小説ですけど、非常に面白いんやけども、フィクションですから、いろんなことが混じってるということで、今日はね、ちょっとあまり試験には役立たないかもわからんけども、深掘り歴史ということで、この真言立川流が、2000年以降ね、どういうふうな形で、認識されてきたか、今までのその広告士官とかっていう形では、南北朝の頃っていうのはあまり研究されてなかったんですよね。もう天皇が、唯一絶対、南朝が素晴らしいというような広告士官があって、それから、戦後ですね、そういう南北朝の方をね、鎌倉南北朝室町の時代の研究をされてきたけども、その研究の資料っていうのもあんまりなかった。だから、太平記なんかのね、非常に、フィクション小説ですからね、それも勝者の小説ですからね、室町幕府のそういう小説をもとに語られてきたと。で、このね、黒先生の書かれた、これは一応、門官の一生というような形で、門官にクローズアップ立てて、書かれてるんですけども、それも真言立川流ね、この頃大体20年ぐらい前の真言立川流、阿弥陀学説に基づいた真言立川流ですから、非常に、後醍醐天皇も池井の御門ね、という形で書かれてるんで、門官も異形の僧という形ね、それも、この門下が没後20年ぐらい後の幽会、高野山のそうですけどね、この幽会が書いた「法教書」というね、門下等のその立川流っていうか、多宗派、高野山以外の多宗派を非難する中で、この門下が属していたと言われているような立川流というのを非常に邪教集団やというふうに非難したということ。これ、後でもう一回詳しく述べますけどね。いうことで、非常に、真言立川流も誤解されてたし、ね、門下も誤解されてた。ということなんで、一つ一つ、今はね、この真言立川流っていうのは、加納法集団という一つの、よく言われているそのタントラユーガを含んだ、ドクロ本尊を、本尊とする教団という形、それから本来の、結末、第五次から続いた、血脈を知るとする本来の真言密教である真言立川流。それから、門下。門下っていうのは、もともと、播磨の方の一乗寺っていう寺から始まって、西大寺の立宗、それから第五寺の出す、当時の長座っていうことになったんですけども、立宗であり、真言僧であった、門下。という門下派。という、これもまた真言立川流とは違うんですけども、後醍醐天皇に非常に重用された門下という、この三者っていうのは全く別の、思想に裏付けられたもんやというふうになってます。だから、非常に、これは面白い小説なんやけども、その部分では非常に、この加納法集団と門下をね、結びつけてるんで、小説としては面白いけども、それは今のところ史実でないと否定されてる。ね、でもこの小説の骨子っていうのが武家と公家の戦いではなかったんじゃないかと。ね、その南北朝とか鎌倉倒幕から、南北朝に向けては武家と公家の戦いではなしに、それっていうのは
武家徳家の戦いでもあったけども、後醍醐天皇がね、倒幕を目指した時には、他の力も頼らなあかんかった、ね、でその他の力も頼らんかったらあかんね、岸の犠牲とかそういう力っていうのが、これ後醍醐天皇はこれを目指したね、王権天皇制で、足利尊氏は武士の世の中を目指した。そして、楠木正成とね、悪党と呼ばれる新興勢力は、こちらというか、その頃っていうのは非常に、まあ西洋でもルネッサンスが発達してた頃なんで、人に対する平等主義っていうか、人っていうのは、使えるもの使われないものっていうか、みんながね、才能ある人が伸びていく世の中、まあ今の現在の世の中にね、向かってる人っていう人権を非常にまあ大切にした時代やったんかもから。で、仏法もそういうことで鎌倉仏教っていうのが起こってますよね。だから前に仏教の話ね、また下に貼っときますけど、見ていただいたらいいんやけども、最初は法律仏教、文学仏教、それから平安時代に密教っていう、まあ最新のね、その頃っていうのは、密教で法要すると、それが力、念願が叶うというようなね、力を持っている密教っていうのが、天台真言というふうに伝わってきて。で、その後は鎌倉仏教。ね、これは、衆生、ね、人々が、全て、ね、仏教に帰依したり、仏教に救われるという、人に対しての、ね、個人個人に対しての仏教に変わっていったと、ね。で、その頃ももちろん、そういう、人民解放っていう形では、一辺宗の一辺なんかもあったんやけども、親鸞なんかはですね、浄土真宗を開きました、ね。これ、再退も認めて、剃髪もしないでいいと。ね、いうの非常にまあ人に根ざした仏教だから、この頃の仏教っていうのは平等主義に目指してたと、ね、で、もちろん真言の立て替わりも密教を主にするけども人の解放っていうのをね、目指していた宗教じゃないかと言われてます、だからまあこの蚊の法集団にね、非常に特徴的なそのドクロね、その高貴な人のドクロを、取ってきて、それを、まあ成功と、ね、男女の成功と、それからその時の呪法、信号によって、そのドクロ本尊をその男女の和合水なんかを塗って目覚めさせてドクロを本尊にするような非常にまあ修験道や呪術というようなまあ信仰も入れた、ね、怪しげな手段、まあ、これも本当に実際それがやられたのかどうかは分かりませんけども、そういう、まあ、民間のきちっとした血脈の、ね、仏教ではない集団、まあ言うと、神仏集合の、ね、集団が、勃興してたと、その中にはそういうタントラ・ユーガ、ね、この頃ってもう、チベット後期のチベット仏教が、まあね、入ってってか発達したチベットで、元の国境にして元がそれで滅んだと言われてるぐらい、タントラ・ユーガっていう性の、ね、宗教っていうか、性の官庁もね、チベット地方で、元の地方では盛んに行われてる。それでその話が入ってこないはずはないんで、もちろん、その鎌倉末期から南北朝にかけてはそういう性の、ね、技法っていうのは、入ってきたと、宗教と性っていうのは入ってたと思いますね。チベット仏教もしかり、それからヒンズー教もしかりですからね、だから入ってなかったとは言いませんけども、入っててそういうのを主流にした、ね、集団はあったと。でも真言立ち返る、ね、これはまあ第五次を起因としてですけども、それっていうのは、基本的に、まあ神仏集合の、普賢道と、ね、非常に、まあ、重なってるものはあるんですけども、
それっていうのはきちっとした仏教の結末ね、真言宗の大変は御派の三法院というところの結末があって、そこの結末から、蓮念という人に、人格っていうのが改名して、蓮念になって、その蓮念が建蓮に伝えたという、きちっとした結末ね、があるということで、これはまあもしね、その中でその主になる経典っていうのは理主経っていう、まあ男女のセックス、まあセックスもそれは菩薩位であるというような、まあ経典があるんですけども、これまあね、ちょっと話しておりますけども、空海がね、その経典を持ってきて、いろんな経典を最澄に、天台宗の最澄に貸してたんやけども、この理主経だけは最澄に、貸して、これはこの理主経っていうのは、貸さなかったと、ね、最澄には貸さなかった。なぜかというと、この理主経っていうのは、ただの目学もね、読むだけではダメなんだと、修行をしてちゃんと身につけて、密教の感情を受けないと、これは実際に理解したことにはならないと、いうことで、理主経だけは貸せなかった。それで最澄空海の中が分かれたというような、今、いわくある、ね、経典なんですけども、今でも、ね、真言宗では、これ、在家信者には読ませないけども、お坊さんは必ずね、勤行には読んでるという理主経です。で、これって一体何かっていうと、そういう男女のね、公説あるいは愛っていうものもね、人が恋しいっていうのも全ては菩薩位で尊いものなんだよということを説いてるんですけども、それって般若心経の全てが無であるっていうのとは表裏一体のもの、ね、仏教っていうのは基本哲学ですからね、ね、そういう自分がどういうふうに解釈して自分の心が安らかになるための哲学ですから、それをまあ、ね、非常に怪しげな人らは、権力があるとか呪法があるとかっていうふうに利用されるけど、自分の心の哲学なんで、一応そういう形では般若心経は全てを無にであるっていうことで、理解して、人生っていうのはそんなもんだよ。でこちらの理主経っていうのは全てが仏のものなんだよ、世の中全てのものを認めようと。ね、これって表裏一体のものだと思うんですよね、考え方としてはね、だから無であって有であって、それが全て尊いんだと、ね、で、それが全て、人生の中では、優劣の差はない、ね、男女も全て、物も全て優劣の差はない、全てが平等であるよというのが仏教です、ね、の哲学です。で仏教というのは基本、宗教ではなし哲学ですからね、でそういう哲学ね、男女もの交わりも全ては、ね、尊いものをね、世の中の現実の世の中で、尊いものを見つけて、その人がね、その世の中を苦しまずに生きていくにはどうするか、お釈迦様っていうのは西洋病死をどうするかっていうのを考えて、それに下脱者悟ったと言われてるんでね、だからちょっと話またそれますけども、浄土真宗なんかね、先ほども再退もしてね、子供を設けていいよっていう浄土真宗はこれを利用してね、オンリエド、一向一揆の時にオンリエドっていうのを利用したんですよね。で、鎮魂立川流ではね、全てのものは尊い、命は大事にしましょうって言うけども、浄土真宗では逆にオンリーエドですからね、このね世界は苦しいもんだ、だから死んだら初めて救われるということで、一向宗っていうのは死の死を恐れない、ということで武士に立ち向かって、一向一揆っていうのが起こった。だから仏教っていうのは利用する人間にとって非常に恐ろしい刃にもなるということです、ね、でこのね真言立て替わり、また戻りますけども、真言立て替わりっていうのはそういう全てのものがね、平等であって、世の中全てのものに対して、ね、
物性を生み出してくださいっていう、まあ、人間解放のね、仏教であるっていうふうに今は解釈されています。でそういうことではこのセックスとの関係はどうなるのかっていうと、これっていうのは、仏教っていうのはもともと漢方というか、想像する、ね、想像してその中で、ね、自分の哲学性を高めようっていうことがあるんで、頭の中で大日如来を想像したり今後サッタを想像したりする、ね、だから、本当に実際に、ね、そういうタントラユーガがあったか、あるいは、想像の中でアジカンというのもありますよね。想像して仏と一体になるというような、形で本当に、そういう形で、想像の世界の中で、全てのものに物性があるっていうのがこの信号たちがあるかもしれない。それをまあ、まあね、あとあとねこの門観っていうのももちろん、その、第五派の、ね、人、まあ、最大寺から第五寺に移った第五派の、ね、座主ですから、そういう、まあ、立ち返りももちろんしてたでしょうし、ね、いろんな形では立宗であり、実習っていうのは、まあ、そういう、ね、慈善事業を、ね、開拓監督というのもやってた、ね、そうですか、現場監督であり、ね、あるいはそういう形では、現場の修験道にも通じてたかも分からない、まあ、これはまた後でやりますけどね、その門観っていうような、まあ、傑出した、ね、人だから、この人は東大寺のね、長者にもね、一の長者にもなってるぐらい突出した人なんで、その人をね、南朝でも北朝でも重きを見られたと。で、まあ、その人がたまたま南朝の方に、寄ったんで、ある程度その、血脈っていうのは、まあ、どんどん先細りになってたと、ね、いうところなんで、この可能法とか信号立川流とはまし、あ、に門観っていうのは門観だけの真偽っていうのがあったんですよね。これちょっとまた戻りますけども、信号宗にはその真偽信号宗と古偽信号宗っていうのがあります、ね、で、各番承認っていう、まあ、1000年ぐらいにその高野山が非常に廃れて、古偽信号で、当時にね、吸収される、京都の当時に吸収されるぐらい高野山が廃れた。でも、高野山っていうのは、弘法大師が開いた修行の場合なんで、そこで高野山をもう一度建て直さなあかんっていうので、頑張ったのが各番承認。ね。で、高野山のね、伝法院、大伝法院と、それから、今後無事の、雑になったんやけども、その中で争いがあって、やっぱり急激にね、そういうことをされると困るっていう旧宗勢力、旧派勢力があって、それに応用とされて、まあ、門下自身が寄進を受けてた根頃に、ね、逃れて、ね、根頃で、その、ね、門下の考え方を受け継がしたと、布教したんやけども、まあ、その門下門下ね、ごめんなさい、各番承認ですね、各番が布教したんやけども、各番っていうのはやっぱ漢方を重んじたんですね、仏と一体になるための創造、ね、をしようと。で、各番が死んだ後、一旦まあその弟子たちは高野山に逃れたんやけども、やっぱりね、高野山の腐敗っていうか、その信徒といやらしいね、宗教の派閥とは派閥争いをしたないなということで、雷雨っていうのが、これが、1280年ぐらいですよね、また高野山から根頃に移って、まあ、もともとそこ荘園持ってましたからね、門下院、各番由来の。だから、そこに移って、そこで根頃寺っていうのを非常に発展させた、ね、鉄砲を作ったりとか、行人ができて、まあ、商業も盛んになって、発展させたと。
で、そこで、真偽真言っていうね、真言宗を根頃で建てたということになります。だから、高野山にとっていれば、真派ですよね。古義真言、真偽真言。ね。で、そういうね、古義真言、真偽真言で、根頃が発展するのを、目の当たりに見た100年後。ね。100年後にですね、今度は、100年後というか、まあ、7、80年後から、まあ、門官が出てきて、ね、門官が非常に、まあ、地の巨人と言われて、仏教解読書もね、1000巻ぐらい、かしてるし、まあ、絵画にも優れた門官ですよね。で、その門官が、また、ね、門官の一派が大きくなるのを恐れたというのがあるんやと思います。だから、そういう一派が、ね、大きくなる前に、この狩野法集団、ね、それが真言立て替わりを、この、修験道にも結びついている真言立て替わりを言うと、門官をなんとか結びつけて、ね、邪教として、広めたら、ね、門官一派が、そのまま沈没してしまうんじゃないか、あるいは、根頃のこの雷雨に関しても第五次で修行を積んでたんで、この立川流とは、関係浅からずですからね、だから、そういうことでは根頃の追い落としも絡んでたんじゃないかなと、うん、思います。だからそういうことでこの法教省っていうのを門官没後の20年後ぐらいに誘拐っていうのが書いたんじゃないかなと。だからここではもうあることないことを書いて、直接門官が狩野法集団と結びついてるとは書いてはないんですけども、書いてはないけども門官が狩野法集団と結びついたり立川流と結びついて、これが全て邪教であるっていうか、まあ古義真言以外は邪教であるよっていうような、その文献の改築の仕方とかね、いろいろして非常にいやらしいことをね、この誘拐っていうのをやってるんですね。で、それと太平記のイメージがついて、この3つが、近藤さんって、まあ黒瀬先生もその3つを非常にまあ面白おかしく書いてるんですけども、これはまあこの本非常にまあ面白いし、そういうね、ケム政権鎌倉幕府打倒には、武家と、それから皇族、ね、長家と、それから、ね、人、一位の人たちが集まったこの三派が入り乱れた、まあ、ボーナスステージというか、どこが、ね、一番の長を取るか、あるいは自分の人生の中でね、頑張れるかっていう三派がいじまじった混乱やったというふうに捉えて、ね、それが非常に面白いんで、まあこの真言立川流の門官の衣装でそれを書いてるんやけども、その中ではまあ、これが一緒にされてるんで、まあ小説としては面白いけど、まあそこはね一つ押さえて、狩野法集団、このドクロを使った、ね、非常にまあそういう原力をね、利用した集団と、それから本来の、哲学としての仏教、それからこの門官の偉大さ、ね、この3つは、一緒のもんではないっていうのが今の、現在のね、歴史で分かってるところなんで、この3つね、まだ今でも混同する人がいてはるんやけども、これは違うよっていうのは、まあ、深掘りの日本史の時には絶対ね、押さえておいてください。だから非常にまあ一緒にすると面白いけども、じゃないんです。ね、またこれね、細かくなんで、この狩野法集団と、信号、立川、立川流が結びついたかとか、ね、門官とは何やったんかっていうのはまた時間があれば話しますんで、その時に聞いてください。じゃあ今日はね、覚えてもらうっていうかね、頭のイメージに残ってもらうのは、今まで言われた真言立川流っていうのは、ドクロ本尊を
ね、主体とするその現世の原力を期待した、あるいはまあ、そういうセックスを源流とする可能法集団とは違う。ね、それから門官は門官で門官派っていうような、一派がね、一つあると。で、それをもうごっちゃ混ぜにして、誘拐が、小木真言の立場から、そういう寝頃のね、真偽真言の大統もあったし、すべてを潰そうと思って、嘘を書いたと。それに太平記が、就職して、その広告士官というか、こういう形で真言立川流っていうのが、まあこれもね、江戸時代にそういうのが流れて滅びて しまった、血脈も閉じてしまったんやけども、門官ももちろん門官がなくなってから、こういう誘拐の攻撃になって閉じてしまったんやけども、人間解放のね、一ステージ。まあ、西洋で言えばルネッサンスのステージやったんやと思います。ね、で、今、またね、そういう研究が盛んになってきてるんで、人間解放のそういうステージやった中世、もう一回ちょっと、今のこの混乱期、新型コロナで混乱してるこういう時期っていうのと、ちょっと重ね合わせて見てみたら面白いかなと思いましたね。また時間があれば解説します。